ベニア島ではそんなことがあったのね。とするとブリトラさんの要請を受けてゾットの塔の調査に行くのが最優先かしら。そうなるでしょうね。哲学者議会の動きについてまだ知りたいことはあるものの、現状で思い当たる範囲は調べ尽くしている。強引に踏み込もうとすれば今度こそ退去になりかねないわ。政界絡みの案件としてマトーヤに報告だけしてサベネア島に向かいましょう。しかし五根の霊輪によって塔に入れたとして調査をする手立てはあるのだろうか。アレンバルドとフォルドラが持ち帰ってくれた報告では囚われていたアマルジャ族の救助はできず、防衛機構によってルナイフリートが強制召喚されたと。まさにその防衛機構が敷かれているというのが鍵ではなくて、囚われているものを装置から離そうとすると絶命する。だとしたらどのみち私たちは手出しできない。彼らの奪還を阻止するのに本来防衛機構は必要ないのよ。逆に言えば死なせずとも装置と分離させる方法があるのだとしたら、何としてでも侵入者を排除しなければならないでしょうね。あの塔は突如として世界各地に出現した。つまり魔法を用いた構造物とみて間違いないでしょう。であれば存在を維持するための触媒や術式、核と呼べるものが塔のどこかにあるやもしれません。それを破壊することができれば塔は消滅し、囚われていた人々も解放される。その通り。確証はないけれど当てもなく塔に入るよりは良さそうでしょ。ヤシトラの読みが正しいとして防衛機構の作動そのものを避けることは難しそうだな。万神が召喚されたら倒すしかない。するとまた次の万神が強制召喚される。囚われている連中への負担は相当なものなんじゃないか。だとしたら二手に分かれるのはどうだ。俺とウリエンジェとクルル、それからヤシトラも中魔法の心得があるよな。この4人で召喚に刺激された奴らを癒すんだ。その間に残りのメンバーで核の捜索を進めてもらう。戦力を分ける分戦いは厳しくなるが、アルカソーダラたちの命を守れる可能性は上がるはずだ。ああ、呼び出された蛮神と戦うのにも癒し手は必要だろうからな。そういうことなら責任を持って捜索隊に加わらせてもらおう。幸いこの剣具はとても馴染むんだ。実戦で役に立てないということはないさ。それじゃあとは決行あるのみね。ラザハンには先行して連絡を入れておくから戦いの準備をして現地に集合しましょう。ハンサ牧場跡にある聖戦士団の拠点なら塔の状態がよく見えたはずだ。ならそこで決まり。必要な人は転送魔法研究所で新型エーテライトを借りてね。